で。いい監督とは何ぞや。お互い同時期に神戸にいた。あ、本当ですか。それはそれは。何名か当時選手だった方知ってますけれども、藤本さんとは今日です、ね、初めてです。僕も全然分かんないです。長谷部さんの名前は知ってますよ、現役時代の。はい。え？いや本当に。そうですか。はい、違う長谷部じゃないですか。いや。ものすごい有名な。神戸行った時、長谷部さんの名前は聞いてたんで。本当ですか、はい、ありがとうございます。やっぱ福岡は魚が美味しくてですね、で空港も近いし博多駅も近いっていうところでね、本当住みやすい街だと思います。もうお店するぐらい住みやすい店ですよね。あ、僕店やってましたね。街が黒黄色白ですか、もうソフトバンクの色に染まっているので、もうそこに少しでも近づけるようにっていう思いがもう来る時から思っていましたけど、ただ少しだけアビスパのことも応援していただいているというのは感じています。なんかジェラシー感じたりとかなかった？いや、もう全く雲の上ので、今少し雲の間から少し下から覗いてるんで。でも本当に追いつくことは難しいと思うんですけども、少しでも近づけるようにっていうのが我々球団の思いです。さて、金曜日ホークスは今年のスローガンを発表。もっともっともっとと、シンプルですが力強い言葉に決まりました。厚そうとか高くとか、ね、その前につく言葉がいいなっていうので、もっと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 という形で、まあ、藤本のもっともあるんですけどね。おお、なるほど、はい、いや、いいですね。使っちゃいます。一緒に。まず試合前に選手にミーティングで使います。うん、まあ、2月1日の春のキャンプは今度は競争というのをテーマにね、もっと競争していこうというような、その前のつくもっとというのがね、すごくいいなって、シンプルでいいなと思って、うんうん、まあ、藤本もあるんですけど、アビスパの場合は継続してそのスローガンを使ってらっしゃる。そうですね、はい、感動と勝ちにこだわるということで、とにかく自分たちが見に来ていただいた福岡の方に感動を与えることと同時に、勝つことで皆さんに喜んでもらえるんじゃないかっていうのが我々の難しいところだったんですけども、まあ、半分以上要はプラスで終われたというところ、またここ今年に限ってはこれからスタートなので、いい準備していきたいな、もっと準備していきたいなと思います。いいですね。でも本当ね、野球も一緒ですけど、勝つことが一番感動ですからね、うんうん、負けて感動することはそうないと思うんですよね。監督就任1年目っていうところに関して言うと、成績出して J1 に上がるということだけでした。でそれができなければ私の場合は仕事がその後続かないというね、まあ、そういうサッカー界というのは意外と早く、指揮官が変わるというのが恒例というか、まあ、そういう流れになっていますので、結果を出すことで、続けられるし、出さなければ、仕事がなくなるし、うん、好きなようにやらせてもらってます。まあ、今まで2軍3軍の監督というのは価値にこだわらなくていいんですよね。どちらかというとこの1軍に上げる選手を育てるという意味のところの監督をしてたんで、うん、まあ、今年はもうね、やっぱり勝たないといけないですから、そのためにはやっぱり去年4位になったところで、 なんでその防御率が1位でチーム打率が2位でなんで4位だったんかなっていうところを考えると、やっぱり1点の取り方ですよね。がむしゃらに1点取りに行く、何点勝ってでも1点取りに行く、何点負けてでも1点取りに行く。いい監督を目指すんですけど、いい監督とは何ぞやっていうのを私はもう言葉にしていて、勝ち点を取れる監督なんですね。引き分けでも勝ち点1取れるんですけども、引き分け以上を続ける監督っていうのはいい監督なんですね。内容のところは少しずつこう高まっていく、まあ、連携良くなって皆さんに素晴らしいなとか、もう少しだなって映ったりするんですけども、とにかく勝ち点を積む監督がいい監督なので、それを私は目指してます、いつも。はい、工藤監督は本当に7年で5回日本一になってるわけですから、やっぱりその戦い方っていうのもね、知ってる監督で、まあ、僕もその時バッテン工事で2年やらせてもらってますけど、まあ、すごく勉強熱心な監督だったですよね。僕は真似できないと思います。だから僕は本当、その王会長からも言われてますけど、藤本流で
やっていいから思い切ってやりなさいってこと言われてるんで、当然王会長監督の時も現役ですから、うん、まあ、いろんな監督とやらせていただいてるんでね、そこはもういろいろ勉強しながらね。ほう、私はこんなタイプです。僕もこっちの方がいいですただ共通しているのは恐怖がお互いゼロだっていう、はい、自分ではそう思ってるんですけど。そうですね、僕は現役時代に恐怖だったんですよ。叩かれてやってきたタイプなんですよね。やっぱり選手はその当時の選手っていうのは監督コーチの顔色を伺ってるんですよね、うん、だそういう野球はさせたくないな、まあ、僕はもともと顔は怖いですからね初めて見る人はみんな恐怖に思ってるか分からないですけど、その辺もやっぱり情でね寄り添っていくっていうのが僕いいかなと思ってます、はい。まあ、理に関しては特にコーチ陣に、役割を担ってもらってます。自分ができないことが多いので、そこを、それこそ 60%70% をやってもらってます、まあ、それも含めてここを大事にしてます。で、情のところは 100% も見せない時もありながら、どうにか彼らが気持ちよく悔しさも持ちながら成功するように、まあ、そんなことをいつも考えてやってるので、まあ、これおそらく低いと選手スタッフにどやされてしまいますどういうことだと。ベテランがやっぱりチームを引っ張るためには、まあ、作家の場合は長谷部さんだったらどういうふうな声ベテランに声かけていくかな。当然試合に選手が出てない時っていうのはやっぱり寂しいんですよ。特に今までレギュラーで出てた選手がベンチにいるっていうのは本人が一番寂しいと思うんですよ。まあ、私なりにやっていること、実践していることは、同じように扱うことを心がけます。はい、はい、そうですね。少しこう浸透になってしまったり暗くなってしまったり、はい、そういう空気がちょっと走るんですけども、はい、走らないように、まあ、練習の中でもミーティングでも名前を出して、改善しようとします、はい、するし、でそれに応えるように、うん、ベテラン選手がなんですかね、やらないとダメだという。そういう状況に持っていくようになるべく考えてやっています。いいですね、はい、僕もマッチにはだからレギュラーじゃないわけじゃないんですからね、レギュラー競争するわけですから、うんうん、そこに勝ってくれれば全然問題ないわけですよ。50、60まで野球できるわけじゃないですからね、いつかそういう時期が来るわけですよね。でもやっぱり僕はマッチにはマツダには特にそのホークスでねこれだけ貢献した選手ですからまだ終わりじゃないんですよね。まだこれから松田がやることはたくさんあると思うんですよ。当然レギュラー競争もしてもらいたいし、当然いいところの代打も当然あるだろうし、チームがこうシーンとなっているときは盛り上げてもらいたいし、いやそれはやっぱり続けていってほしいなとはすごく思ってますね。三軍の高校生であったり、彼らもおそらくまあ、スポーツ界でいうと一流であったり、まあ、一流の手前、まあ、二流か 1.5 流か分かんないですけども表現は、その選手たちをその超一流に仕上げるそのまあ秘訣みたいなのをちょっと聞きたいなっていう、やっぱり1年で選手変わります、うん、高校生から入った選手は1年でガラッと変わります、うん、例えば高校時代は金属バット持ってて、ね、フェンスオーバーしとったのが木のバットになったらフェンスオーバーしなくなるんです、うん、でそれが1年になったらフェンスオーバーの中段まで飛ぶようになるんです。それは何でですか。当然プロの練習って、まあ、サッカーも一緒ですけど、はいはい、トレーニングすごいですよね、うん、それが仕事になってるじゃないですか、うん、今まで学校で勉強して野球勉強して野球、それが野球が仕事になったらやっぱり練習量も増えてくるし、うん、その中でやろうっていう気持ちがある選手は特に伸びてきます、うん、最初はもうみんなやらされてるで、うん、まあ、例えば扉をしたらそこで終わりとか、もう風呂入って部屋で寝てるとかですね、うん、そういうケースが多かったんですけど、今はもうヘトヘトになったやった中で残り20分30分まだ自分で反復練習しに行く、その姿がすごく多くなってきたんですよ、うん、だからこれからの若い選手どん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 上がってくるんじゃないかなと思います。もうほぼゆとり世代なんですよね。で今 Z 世代とかでも言われてますけど、ある意味明るいです、うん、そこを上から押さえつけたら選手は動かないです、う
だからやっぱりお尻を叩いてやる気を出させる、そういう指導でじゃないと選手はもう進んでいかないと思うんですよ。そういう環境を整えたってことですかね。そうですね、はい、だからコーチが捕まえてやるんじゃなくて、捕まえるのは現場だけ、室内に入った時は遠くから見といてやってくれって、でそこで何か気づいたら次の日に行ってやってくれっていうのをコーチにお願いしてるんですよね。選手には特別言葉をかけるんですか、そのチーム練習が終わった時とか。僕はかけます。コーチにはもう離れとけって言ってるんです。で次の日に離れてそのバッティングを見てて、あお前ちょっと昨日違うことやってたよとかね、やっぱ選手も思うことあるじゃないですか、そうですね、人間がするわけでロボットがするわけじゃないから、やっぱり自分のやりたいことと教えてもらってることと食い違ってたらおそらく技術は伸びないと思うんですよね。やっぱり自分が理解してその練習に入っていくのが一番技術が伸びていくと思うんで、その辺はだいぶできるようになってきたかなっていう、僕はもうバッティングコーチの時はもう怒ってばっかりだったんで、いつもその後監督がフォローしてくれとったんですよでそれは今度は僕はフォローする方になってますから、試合中も終わってからもできるだけ優しく言ってるんですけど顔見たらみんな怖がってるんですよアビスパのファンになりました長谷部さんのファンになったんですね。僕はもうソフトバンクのファンでしたほぼ毎日皆さんの顔を見てるんですテレビでまたよろしくお願いします、はい、またよろしくお願いします。